ゲタ。ゲタは、鼻緒があり、底部に葉を有する日本の伝統的な履物。足を乗せる木板に、歯と呼ばれる、設置用の突起部をつけ、歯がないものもある、目と呼ぶ穴を3つほじって、鼻尾を通す。足の親指と人差し指の間に鼻尾を挟んで履く。歴史的には、人差し指と中指の間に鼻尾を挟む履き方も、あった。足の保護や水田。 湿地での沈み込みを防ぐため使われたと見られる。木版が、弥生時代のトロイ遺跡、静岡県からも出土している。同様な履物は20世紀まで使われ続けた地域があり、多種もだと呼ばれた。近代に洋靴が普及するまで、貴人が履いた靴よりも、庶民は、草履と下駄を多く用いた。通常は2本である葉の隙間が土や石による凹凸の抵抗を和らげ、 ぬかるみの泥や人、獣の排泄物による着物の汚れを防ぐ機能があった。江戸時代前期の1684年頃から歯が低い、くげたが普及した。1940年代からゴム製の履物が登場し売り上げが落ち始めたが、大東亜戦争後も1960年代までは洋服に下駄履きで遊ぶ男児は珍しくなく、現代でも下駄を好む人はいる。呼び名の成立は、 戦国時代と推測される。それ以前は、足下を意味する、足だと呼称され、漢字は、足田など様々な字が当てられていた。足田は、上履き下履きを問わなかったが、これを下履きに限定した語が、下駄である、名は、足田の略。日本には糸口を用いる履物として、足を乗せる部分に、木の台を用いる、下駄、層や樹皮などの柔らかい材料を用いる草履。 糸口が、かかとまで大い足から離れないようにかかとの後ろで、結ぶ罠字、藁の三つがある。下駄は中国及び、朝鮮半島にもあるが、日本語の下駄にあたる言葉はなく、木靴まで含めて、ぼくりという。人の足を乗せる部分を台という。現代では、材は主に切り、杉が使われる。暖かい地方より寒い地方の方が年輪が細かくなり、見た目に美しいため、 東北地方の切り材は高級とされる糸正さめと称。特に合図の切り材は下駄の台としての評価が高い。杉では人大杉と大分県日田市の日田杉が有名。台の下につけるのが葉で通常は前後2個だが1個のもの、3個のものもある。一つの木から台と葉を作るものを連番下駄、俗称をくり抜き別に作った葉を台に取り付けるのを 刺しバゲタとい、歯が一本の一本バゲタ、高下ゲタは天狗や修験者が履くイメージが強い。そのため山での修行に使うとも言われる。船形あるいはウコンと呼ばれる歯がないものもある。歯の材は菓子、毛焼き、頬など。特に僕は樹種の中では高高度で、歩行時の摩耗が比較的少なく、ゲタの寿命が長く重宝された。 方馬の下駄という題名の小説や、番から学生が履くのは、方馬の下駄という時代もあった。また、摩耗した葉を入れ替える商売も存在した。第2は3つの穴をうがつ。前に1つ、後ろに左右並んで2つ。これを目という。後ろの目の位置は地域によって異なり、関東では葉の前、関西では葉の後ろが一般的である。 目に通す紐を糸口または鼻緒という。花尾はもと糸口の先端部の足指がかかるところを意味したが、今では糸口の全体を指すようになった。糸口の材質は様々で、古くは朝、白、稲わら、竹の皮、鶴、皮などを用い、多くの場合これを布で織って仕上げた。色とりどりの花尾があることから、花糸口とも書く。木製であるため、 歩くと特徴的な音がする。カラコロあるいはカランコロンと表現されることが多い。そのため、祭りや花火の日に浴衣姿で歩く場合や、温泉街の街歩きなどでは雰囲気を出す音であっても、現代の街中では騒音と受け取られることも多く、床が痛むことも含め、下駄お断りの場所も少なからずある。この対策として、歯にゴムを貼った下駄も販売されている。 刃にゴムを貼る目的は、音だけではなく、今日の舗装道路では、刃が異常に早く摩耗するため、それを防ぐためにゴムを貼ることも、少なくない。これは硬い方刃でも同じである。刃を持っているため、下駄の足跡には独特の痕跡が残る。歌人の伝捨て女、今の丹橋、江戸時代の女六河川の一人は六歳の時、雪の朝にのあざにの字の下駄の跡と読んでいる。 かつて道路が舗装されていなかった時代には雨などが降って道がぬかるむと造ウ等ではぬかるみに足が埋まってしまったが高さのある下駄はぬかるみに埋まりにくかったため重宝された。下駄は普段着と組み合わせることが多い。浴衣の際は素足に下駄が基本である。今では和装に組み合わせることがほとんどだが、かつては普段着の洋装に下駄を履く場合もよくあった。 男子学生がファッションとして崩れた洋服、学生服などに下駄を履いていることをバンからと呼ぶ。現代の日本では、ビニール素材の軽装り、サンダル構造の草履やスニーカーにとって変わられ、一般的には履かれることは少なくなった。温泉の旅館では、浴衣と下駄が備え付けてあり、外湯に行く場合は、旅館は下駄を貸し、それを履いて出かける。木の先温泉。 ナルコ温泉など、下駄履きを前提とした町づくりをした温泉街もあり、下駄のレンタルがある地域もある。下駄の生産は、広島県福山市、松永地域や大分県日田市を中心に、福島県、長野県、新潟県、秋田県、静岡県などに産地がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。